皆さんこんにちは、赤又影湯でございます。こちらはですね、名古屋の住宅街ですね。坂が見えます。坂の下まで降りてきました。今正面にお店が見えておりますね。こちらが今回お邪魔するお店、豊かうどんさんでございます。お店の中はこんな感じ。カウンター席がたくさんありますけれども、テーブルもいくつかありまして、かなり広いお店ですね。ご飯大盛り無料。そしてですね、このご飯、こだわりの米を使っているということでございます。こちらはメニューの一部なんですけれども、リーズナブルな値段設定になっておりますね。さあ、やってまいりました。うどん、そば、そしてラーメンが一緒に入っております。天ぷら、そして先ほどちょっと見えてましたけれども、このセットにはご飯がついてるんですよ。思ったより量多いですね。さあ、カメラをセットいたしました。こちらはですね、冷たいスープに麺3種盛りでございます。カツオの香りだと思うんですけどね、麺をすすった瞬間に出汁の香りが漂うという和風のつゆになっております。さっぱりしてますね。そして海苔天、この天ぷら、海苔の風味がふわっと口の中に広がります。いい海苔使ってると思いますよ。これはこの日はですね、これが初めての食事なんで、最初のうちペース早いですね。どんどん食べています。要所要所で天ぷらを食べていきます。これは一種の味変ですね。揚げたてなのでサクサクですよ。こうやって3種類の麺を一緒に食べますとね、麺の種類による味の差ってあんまり感じないですね。やっぱりつゆの味が大事ですね。そばとラーメンを一緒に食べる。さあ、そしてまた天ぷらでございます。そばつゆよりも天つゆの方が味が濃いので、天つゆを使って味変していきます。やはりサクサクですね。だんだん食べるペースが遅くなってきております。他のお客さんが食べているものをチラ見したんですけどね、このお店は盛りが非常に多いですね。お客さんもお店の人も、もしかすると相当スポーツとか格闘技をやっているかやっていた人なんじゃないかなっていう、そういう雰囲気感じました。さあ、ナスの天ぷらですね。ナスほど油と相性のいい野菜はないですからね。今回のこの麺の量はですね、普通のお店の2倍以上あるんじゃないでしょうかね。ちなみにこのセットで1000円しないんですよ。なのでデフォルトの量がすごいんだと思います。
最近ビールの飲みすぎで太ってるんで痩せたいなと思ってるんですけどね、今回も食べ過ぎた。まあいいんですけどね。さあそしてですね、これだけの麺の量に対してさらに白米をぶち込んでいきます。ちなみにですね、先ほどご飯大盛りにできますって書いてありましたが、さすがに量が多そうなのでこのご飯は特別に少なくしていただいてます。だんだん麺が混ざってくるんですよね。3種の麺が混ざってきて 2,3 種類の麺を一緒に食べるって感じになってきます。こうなってくると麺の種類とか関係なくなってきますね。さあやってまいりました、エビ天でございます。天ぷらの王者エビ天がやってまいりました。これをたっぷりつゆにつけていただいてまいります。こちらのご飯はですね、こだわりのご飯ですからね、やはり天ぷらと一緒に味わっていきたいと思います。やや柔らかめに炊かれたご飯なんですけどね、確かに美味しい感じがします。今度はうどんのつゆで薄めの味でエビを食べてご飯の味も味わっていきます。それにしてもどれだけ炭水化物を摂っているんでしょうか。これはスポーツをやってる人じゃないと多分多すぎるんでしょうね。最初は食べきれるかどうか心配だったんですが、このつゆの味がですね、濃すぎるわけでもなく薄すぎるわけでもないという絶妙な味の濃さなんですよ。なので重くならないんですよね。気がついてみると結構食べちゃってますね。ちなみに天ぷらはやっぱり必要ですね。これだけの炭水化物にさらに天ぷらを足してるんですけれども、天ぷらは頼んだ方がいいと思います。こちらはちくわ天ですね。要所要所に天ぷらを食べることで変化を楽しみながら食べないと、これだけたくさんの麺に立ち向かうのは難しいのかもしれません。もっと食べられるっていう人はですね、ご飯を大盛りにすることもできちゃうわけですからね。体育会系の守護神的な店と言っていいと思います。いやー、文句なくお腹いっぱいになりました。ありがとうございます。ということで今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。